皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。今日は中学2年生の歴史、江戸時代の始まりと徳川家康についてお話します。関ヶ原の戦いに大勝した徳川家康、1603年に征夷大将軍になって江戸に幕府を開きました。これを江戸幕府と呼びます。この江戸に幕府が置かれていたおよそ260年間、これを江戸時代、このように呼びます。幕府は大名を審判、譜代、戸様、この3つに分けて全国に配置しました。この配置、家康とても悩んだそうです。大名というのは、将軍から1万石以上の領地をもらっている武士のことです。その最初の審判大名というのは、この審判の審という字、親戚の親ですね。つまり徳川氏の親戚にあたる大名のことです。そして譜代大名、これは徳川氏に古くから仕えていた大名、家臣だった大名ですね。これが譜代大名です。そして戸様大名、これは関ヶ原の戦い以降徳川氏に従うようになった大名ですね。これに3つに分けて配置したんですけれど、配置の仕方、戸様大名の多くは江戸から離れたところに領地を与えられて、さらにその近くに審判とか譜代の大名が置かれて、戸様大名を監視すると、こんな風に配置されていました。戸様大名というのは多くは豊臣の家臣だった大名なので、まだ自分に反抗するかもしれないと、ね、江戸に攻めてくるかもしれない、こういうことで江戸から離れた場所に配置して監視もさせていたと、信じられないと思っていたということですね。で、大名が領地を支配する仕組み、これを藩と言います。幕府は領地、藩をこの政治、大名に任せて、大名は幕府に従うと、こういう形を取りました。このようにして幕府と藩が全国を支配する仕組み、これを幕藩体制、このように呼びます。家康、新しく幕府を置いた江戸、これを政治の中心にふさわしい場所にしようとね、こう思って城と町づくりに取り掛かりました。当時の江戸城というのは、この1457年に太田道灌という人が築いた城で、土塁でできたみすぼらしい城だったんですね。それをね、1604年から拡張していきます。この拡張工事には多くの大名が動員されて、ね、そのかかった費用というのは全部大名が負担させられました。大名にお金を負担させて大名の力を弱らせると、ね、そういう政策を取ったんですね。で、家康、朝鮮との国交を回復しようと努力します。朝鮮とは秀吉の時代に朝鮮出兵ということで戦っています。ですから日本は朝鮮にとって敵の国だったんですけれど、ここともう一度以前のように国交を結びたい、で貿易をしたいということで、努力しました。そして1609年、両国の修好条約が成立して、朝鮮通信使が日本に来るようになりました。そして日本人が海外に出て貿易を行う、これを奨励しています。そして海外に渡航する許可を、ね、船に与えました。これを朱印状と言います。この朱印状を与えられた船、朱印船というんですけれど、この朱印船で行った貿易のことを朱印船貿易と、このように呼びます。このようにして海外との交流が盛んになると、朱印船などに乗って海外に移住する日本人の人が増えて、東南アジアには、日本人が多く住む日本町が、どんどんできていきました、ね。今回は江戸時代の始まりと
徳川家康についてお話しました。ここで赤い丸で囲ってある部分、テストに出やすい部分なので皆さんどうぞ覚えてください。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。